ほいじゃね、やっていきますか。久しぶりにスパロボをやろうと思います。どうもアザラシです。どうもアザラシです。スパロボをやっていこうと思います。自分がどこまで進めたっけってのもすっかり忘れちゃってて、久しぶりにこうね動画を見返してみると、え、あ、これか、これで、これで見えてるか、もうちょっと下か。ほら、6月30日って書いてますね。今いつだ、8月26日ですね。2ヶ月ほったらかしにしてた。しかも2ヶ月ほったらかしにしてたわけじゃないんですよ、実は。実は見てください、これ第2次直上回戦、決戦第2東京島でクリアって書いてある。つまりその次のシナリオクリアしてるんですね、自分はね。クリアしているし、なんか2パターンクリアしてる。熟練度11ってやつと10ってやつがあって、どっちかでクリア、どっちかがどっかなんだろう。まあもういい。ただ、もう覚えてない。動画だけは多分残ってんだけど、もういいや。もういい。ここから行きます。だから動画的には、撮ったとこ、その上げてる動画の続きからやります。もうね、とにかくスパロボがやりたいんだ。やりたいのに、過去に撮った動画があると、過去に撮ってあげてないやつ、多分暗入りするかどうか迷ったやつがあるせいであげられないんで、もうやります。こっちでやります。前回何やっとかも、撮ったかも、全然覚えとらん。スパロボってな、スパロボってな、ゆっくりやりたい。ゆっくりやりたい。なんかメンバー少なくない？こんなだったかな、こんなだったかな。まあまあこんなか。とりあえず全力パンチ上げ、全力パンチ上げしとくわ。これでいいかな、この改造。今の間違ってない。強化パーツとかも大丈夫。マグネットコーティングとバイオセンサーとブースターがある。ウィー、おろー、何してやろうか。ブースター、ゼータガンダムにブースターとバイオセンサーつけとくか。ハイブリッドハマー。あれ？こんな感じでしたっけ？記憶がおろおろしてる。ガンダムマーク2にいろいろつけとこう。マグネットコーティング。そして、はい、はい、はい。はい、はい、はい、ヒーブリッドアーマー。オッケー。で、ガンダムマーク2と、パイロットの乗り換え。ガンダムマーク2と、G ディフェンサーをくっつけてスーパーガンダムにすると、やはりこの、今作でも、恩恵があるんで、ガンダムマーク2には、そうだな、誰を何に乗せるかみたいな話だな。アムロ、ここらでアムロ面白くはないよな。アムロが強いのは当たり前だから面白くないよな。ウラキがな、使い物になんないからな。いや、俺ウラキ好きだからウラキを使おう。ウラキをガンダムマーク2に乗せ、そしてキースを G ディフェンサーに乗せます。ファ、これ間違っとらんか、大丈夫か。ガンイージとかもちゃんと使っていきたいんだよ、実は。こうは、なんかいろいろ間違えてない？こうはこれでいいんだよな。キースが G ディフェンサーだよな。これでいいんか。これでいいんか。これでいいんか。これでいいな。これでいいな。オデロとか。クワトロは何も乗せないようにして。スレッカーも何も載せないよ。レッコアはあんまりめったなことは言うもんじゃないが、あんまりもう覚えてないな。自分で撮っておきながらもうあんまり覚えてないな。時々は自分で見直さんといかんですね。クワトロ、これで一応クワトロとスレッカーはもう死んでる扱いなんで、いいでしょう、いいでしょう。こんなもんだね。入るとこんなもんだね。よし、行きましょう。久しぶりのスパロボ実況まで。パ
パイルダーオン。実況までパイルダーオン。ブライト館長ネルフのイグレッシュリーから出頭命令が出ています。出頭命令、はい。アーガマを地下刑事に収容し、その後ネルフ本部へ代表者が出頭するようにとのこと。そうか。に、3度門前払いを受けてようやくお目通りが叶うのか。ああネルフに来たことは山がある。あれもアムロクラウドタイ、私と一緒に来てくれ。はい、了解した。サイグさん、アーガマを指定通りの刑事へ移動させる。刑事でいいか、ドッグとか言わんのか。シンジ君がいなくなったって本当？前回の話はあんまり覚えてないんだが、第二次直上回戦って、シャムシル倒したやつだよな。あれ？シャムシル倒した後なんかあったっけ？私たちの未来、あの子たちとエヴァに託すしかないのは、あなたも十分承知のはずでしょ？それにエヴァシリーズはロンドベル隊へ出航させることになった。そのための準備を急がないと。なんですって、エヴァをロンドベル隊に。そんなことをして首都第二新東京都市の防衛はどうするつもりなの。前置きのすすことロンドベルさん、長い話が、話が長い。あ、いかんいかんいかん、話には入っていこう。これで大体の買い物は終わったな。そうだな、日用品とか食料とか頼まれたものは買えたし、いくら人手が足りないからってパイロットの俺たちが買い出し部隊になるとはな。食料ってさ、戦艦の中での食料ってさ、まあ人手が足りないからこうやってみんな買ってんだろうけど、なんかあの市販のものとか食えなさそうだよな。出されたものを出されるままに食うしかないみたいな。全部その食い物とか支給されてそうで、こうやって店で買ってなんかねできるようなもんじゃなくて、全部こうなんつったらいいかな、ワンセットみたいなやつ売られてそうだよな。どこからかで、ね、店で買えるもんじゃないみたいなものを買うことになりそうだな。そう考えるところなんかあの戦ってる人たちの食生活って貧しいよな。貧しいというか悲しい、ひもじいというか面白くないよな。面白みに欠けるよな。そんな、なんか毎日なんで生きてんだろうみたいになりそう。もし美味しいもん食えなかった。しかしさすが国際警察機構のエキスパートですね。僕なんかなんて尾行に全然気づきませんでした。ところで大作くん、荷物を全部任せてしまって大丈夫？任せときんしゃい。これぐらいの荷物なんでもなか、セゴドンでは。早く戦いたい。おもちゃ屋に行きたいんだ。ガング屋ってのはおもちゃ屋っていうルビーが入ってると思うんだけど、入ってないかな。さっきおもちゃ屋さんを取り替えたとき、おもちゃ屋さんをひらがなで書いてあるけど、やっぱ玩具屋さんの方がよかった。ショーウィンドウが気になって仕方ない様子だった。そういうのやさらしい。その通りです。そうだったのか。それだけ君の考えてることが分かりやすいってことじゃないか。どこで何を買うんだ。キートドルだよ。100分の1スケール。形状記憶超合金のゲットマシン。ボックスだ。形状記憶合金ってさ、形状記憶合金って何なの？実体何なの？形状記憶超合金って。記憶合金とかあれだよな、あのあれだろ、メガネとかに使われてるやつが形状記憶の金属だろ。あれこううにゃーってこうやってもさ戻るってやつ、あれが形状記憶じゃなかったっけ。そんな素材で作ったなんかロボットが別になんかすごいか。ゴキ合体のコンバトラー V も発売してくれねえかな。実際あの思うんかな、プラモデル手元に近くにあった。車のプラモデルとかあのミニカーもさ、持ってる車ほど欲しいってなるからさ、近くにあったからといって欲しくないってことにはならんだろうな。じゃあ私は浦木翔也大作君と先にアーガイ戻ってるわ。ちゃんと時間まで帰ってくるのよ。また長えって急いでってしまった。シンジ、やっぱり僕は逃げてしまった。でも別に僕でなくてもエヴァンゲリオンでなくても人は倒せるじゃないか。なのになんで僕だけ、一体父さん何のために僕を呼んだんだろう。うるせえ、黙って乗れ。実際問題は別にエヴァで頑張る必要もないよな。実際エヴァで頑張る必要なんかないよな。もうなんならウィングガンダムのバスターミサイルじゃない、バスターメガライフルで
落ちるんだから、エヴァンゲリオン。AT フィールド破れるわけだから。エヴァがわざわざ頑張る必要ないよな。全部読んだ方がいいのかな。全部セリフ読んだらすごい長さになるんですけど、でもあの紫のロボット、あいつは単体師匠と戦ってたよな。単体。窒素。水素。酸素。最初、気体。酸素の気体。単体。あれ単体じゃないか。あれ単体分子と分子、酸素分子は酸素分子であり、単体は単体であり、 H2 って言った時には水素分子であって単体ではないんだっけ。水素一つになった時水素の単体。怪しい。やっぱ俺たち僕だけで戦うしかないか。だとしたら僕はこんなところで一体何をやってるんだ。何かが来る。何かってなんだよ。確かに何か嫌な予感するな。ひょっとしてこの街で嫌な予感がするって、まさか死と狂ってるか。念のためだったら僕はなぜアザラシは死とでのシンパシーを。ネルフ司令官の怒り言動だ。早速だが君たちに命令を伝える。下す権限がなぜかあるんですね。その通りだ、行動大佐。私はタイですか。シャア大佐だからか。我々ネルフの決戦兵器エヴァンゲリオン初号機とそのパイロットを君たちの部隊へ出航させる。なんですって。あのロボット、ロンドベルタイン。そうだ、すぐにエヴァ初号機とそれに必要な機材の搬入作業を開始させる。待ってください。我々にエヴァ初号機を運用して使徒と戦えとおっしゃるのですか。そうだ。一体何の理由で。それに答える必要ない。君たちはただ私の命令に従えばいい。我々が使徒と何とか戦える戦力を持っているからか。我々の敵は使徒だけではありませんよ。無論、それを承知している。君たちは使徒が現れた時だけ我々の指揮下に入ればいい。使徒が現れたらネルフの指揮下に入ると。それはまためんどくさい話だが。では、使徒とエヴァ初号機についての情報を教えてください。あれらは一体何なのです。使徒は人類の敵だ。奴らを全て倒さねば人類滅亡する。そして、エヴァ初号機は使徒を倒すために作られた汎用人型決戦兵器だ。なるほど。なるほど。我々はそれ以上の情報を知る必要がないというわけですね。なるほど、そういうことか。つまり、わからないということが分かったということか。そして、不必要な情報を知るとすれば、ネルフ的に、まあ、そこになると。別にいいんじゃね？いいだけ喋りたいこと喋ったら。私の正体を知っているのかって言ってるけど、知らない人の方が少ないんじゃないか。声がね。私だ。あ、わかった。総員第一種戦闘配備だ。初号機を出動させろ。何があったんですか。未確認飛行物体 UFO が、おそらく首都がここへ接近中だ。分かったわ。このシナリオでシナリオが何だったのか思い出してしまったこの話が何だったか思い出してしまった。要はラミエルだな。ラミエルだよな多分。あの四角形のやつ、違う、正八面体のやつだ。あれだわ。なんか戦う必要がない。だからこの動画上げるのめんどくさがってたんだな俺。そら戦いがないんだもん。やりがいがないわ。だからなかなか上げないわってことか。なるほどね。無事反抗期という通過切れを終えたんじゃないのかしら。彼自発的にエヴァに乗ったそうよ。シンジ君に何があったのかしら。状況は380秒後にエヴァ初号機を発進させる。ロンドベル隊はどうするつもりか。待機させておく。まず初号機相手の出方を見る。そのほうが良さそうだな。目標は芦ノ湖上空に侵入。初号機の発進準備を急げ。てん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 
バスターミサイルで消し飛ばしてもらおう。大丈夫です。僕は自分の意志でここにいます。それに今の僕にできることはこれしかありませんから。シンジ君、分かったわ。エヴァ初号機発進、目標内部に高エネルギー反応。これ無能だよな、ミサト。めっちゃ無能だよな。早く下ろせ。まだ間に合う。早く下ろそう。避けてじゃねえ、下ろせよ。発進したやつを下ろせよ。地下からこうシーンってこうミーンってこうせり上がってくるんだからさ、もう一回降りりゃいいだろっていうなっちゃうよな。スパロボではね、もうちょっと間髪入れずに下に下ろしたような気がするけど、原作ではいいですね。いいですね、この演出。もうちょっと早い方がいいけどな、ビーマーな。もうちょっと早い方がいいけどな。弱っ。グラザー、そんな。これさ、なんでダミープラグにならなかったの？なんでダミープラグにならないのか説明つかないんじゃないの？うわぁ。戻して、早く。この、スパロボの中での話はさ、エヴァンゲリオン初号機が破壊されるとダミープラグになって、そっから操作不能になってめっちゃ強くなるっていうのがスパロボ内での話なのに、それこれじゃあラミエルの話の辻褄が合わないよな。あれで倒されたら初号機がさ、あれで初号機が倒されたらさ、ビームって下流手法じゃなかった。なぜダミープラグにならないのかって話にならないか。おそらく僕のジャイアントロボやマジンガー Z の装甲でも耐えられないんじゃないでしょうか。そうかもね。そんな敵をどうやって倒せてんだ。上から攻撃したらいいんじゃない。あのラミエルはさ、横にはめっちゃこういうこの形してるからさ、横にはめっちゃ強いんだけどさ、縦上には弱いからさ、すごい超高高度から上からこう真上から行ったら多分倒せるんじゃないかなって気がするよね。上から攻めましょう。上から落ちるかも攻めるか、ゲッター2で近くまで近寄って斜め下から攻めるのもありかもしれないし、なんなら真下から攻めるのも。諦めるな。敵の目的は我々の全滅だとしたら、今頃は特にあのビームで蒸発している。だが俺たちは生きている。まだ生きている。つまりあの人には付け入る隙がどこに存在しているということだ。しかしで、なんか不賢くのがうまいようなバニング隊ってさ、お前らがピーピーやかましいひよっこだったらどうのこうのとかさ、下の者たちを適当な言葉で勇気づけるのがうまいよな。すみません、隊員。そうだ、敵と戦わずに逃げるな。重戦機体らしくね。相手が地とだろうが何だろうがやってやるぜ。その意気だ。まあこのメンバーでラミエルと戦うんだったら誰が一番適任かな。やっぱゲッターじゃないか。ゲッター2でこう地下から進めればさ、あのラミエルが地下からの攻撃に強いっていう情報はなかったような気がするから、それはどう。はい、でもあの一連戦争を勝ち抜いてきたブライト中佐やアムの隊員の意見も欲しいところで、ところで状況は、先ほど使徒に対してエヴァのダミーと対処法を出しました。ここから説明台詞はないぞ。言うまでもなく、共に使徒の下流手法によって一瞬で蒸発しました。そうか、使徒について何か判明したことは。これまでに採取したデータによりますと、目標は一定距離内の外敵を自動排除するものと思われます。エリア侵入と同時に、下流手法で 100% 狙い撃ち、地頭型機動兵器による近接戦闘は危険すぎますね。AT フィールドだろう。健在です。装填空間を肉眼で確認できるほど強力なものが展開されています。葛城1、AT フィールドと。首都がその周囲に展開する絶対領域、物理的障害、障壁です。なんか絶対領域とかっていう言葉が一時期流行ったよな。ニーソックスとスカーミニスカートの間の太ももの
領域のことを絶対領域だなんだかんだ昔言ってたような気がする。あれもエヴァンゲリオンの影響なのかな。関係ないか。それについては答えできません。金属事項です。ですがご指摘通りエヴァは AT フィールドを持ち、使徒のそれを中和する能力があります。なるほど、それがエヴァンゲリオンが使徒に有効な兵器であるゆえんか。現状の兵器で AT フィールドを破ることは不可能だと言われていましたが、あなた方がそれを覆したことになります。では AT フィールドは膨大なエネルギー量を持ってすれば、先ほどの使徒のように AT フィールドを突破することは可能です。知らなかった。知っていた。ですがあの使徒は誘導、下方、爆撃など生半可な攻撃では泣きを見るだけです。何をもって攻撃してんだろうね、あのラミエルはさ。何を狙ってんだろうね。それこそその動くもの全部を狙ってるわけじゃないしさ、敵のその殺意みたいなものをがわかるのかね。動いてる動物とかにも撃ったりはしないわけじゃん。なんかあの森の中に猿がいてさ、それがキーキー言ってたのそれを撃ったりはしないわけでさ、何をもってそれを敵と選んで攻撃するんだろうね。空高く飛ぶ鳥を攻撃したりはしないと思うから、それぐらいの高さがもっと高いところに飛行機を飛ばしてた。その飛行機からこう爆弾をこうね直上に下ろせば、落とせばあの AT フィールドだけじゃない、宇宙ビームで撃ち落とされることはないんじゃないかなって気がするけど。0号機は再起動自体に問題はありませんが、フィードバックにまだ誤差が残っています。実戦はまだ無理か。初号機専属パイロットの容態は、緊急治療室収容中ですが身体に異常はありません。神経パルスが 0.8 上昇してますが収容範囲内です。許容範囲内です。敵フィールシールド到達まであと9時間55分。結構長いよな。状況は芳しくないな。白旗でも開けますか。それが通用する相手だな。この時考えるのは、みんなネルフをからさ退避すればいいよね。敵の攻撃がもうここって分かってるんだったら逃げたらいいよね。9時間でね、とりあえず逃げとくみたい。でも実際できないんですね。なんかジオフロント内にはなんかリリスだかアダムだかがいて、それがどうのこうのでああだこうだなってるから実はできないんですね。逃げられないんですね。エヴァンゲリオンなんか 8.7% 最も高い数値です。反対する理由はない。やりとまえ、カツアギ1位。1位って少佐とか少尉とか大尉よりも上なのかな。極東支部、まさかあなた。あそこで試作していた実装式用電子砲を借りるつもりなの。ちょっちょ大きいとエヴァにはいいサイズよ。ちょうどいいサイズ。いわく付きの EOT を使えるはるかにマシか。そういうこと。でも極東支部は簡単に協力してくれるかしら。彼らはそっと感知動かないわよ。なんとかならんのかな。別にエヴァンゲリオン使わなくてもさ倒せるんじゃね、このメンツでっていかないかな。まあもちろんあれだな、この辺のニュータイプレンチは全く役に立たんと。ニュータイプつか、ニュータイプじゃない、ガンダムチームは全く役に立たんと思うけど、それ以外のメンツ誰か倒せそうなやついないのかな。ジャイアントリーもロボもダメだろうね。あんなの一瞬で解けそうだよな。誰だったらいけそうだろう。ああそうか、ファンネル飛ばせばいいんじゃない。ファンネルでじりじりとね。確かあのラミエルの下流手法はそんなに連射が効かないから、どんどんこうどんどんとファンネルでいろんな方向から変わる変わる攻撃していけばその隙ができるから、それで一気に畳みかけたらいいんじゃないかな。畳みかけて隙をついてカミーユがあのスイカバーで突撃すれば、スイカバーの威力がどんだけなもんよって気がするけどな。ウェイブライダー突撃が、ウェイブラスターだっけ、ウェイブライダー突撃ってのがカミーユの必殺見たくなってるけど、ゼータガンダムのね、あれでガシャーンってこうラミエに当たったとしてさ、
AT フィールド普通破れんやろって思うよな。所詮ガンダリウム合金の、ガンダニウム合金のその、あのコクピットのちょっと前のあの出っ張りの部分ぶつかるだけでさ、決して威力は上がらんだろうって気がするもんね。ディストーションフィールドとかをまとっているわけでもないのであれば、うん、あら、それだけじゃないわよ。あ、そうそう、さっきナンバラコネクションから大きな盾が運ばれてきた。盾なんてもエヴァの防御用に使うんですって。超電磁鋼っていうね、人の攻撃に20秒近く耐えられる。その盾、コンバートラー部位に装備しませんか。その盾、勝機が見えてきてるような気がするね。流星盾、すごいや。人類の英知をさ集めてちょっと戦うことになるんですね。イングラン・ブリスケン少佐。では本題に入ろう。君はここへ来た、運んできた地層式陽電子砲の状況は。地層式陽電子砲はゲッター線高出力エネルギートロニウムエンジンの力を得て、あの首都の AT フィールドの貫通に必要な1億8000万キロワットの出力が可能です。へえ。はい。ですが陽電子砲の発射は2回が限定です。上出来だ。すまんな少佐、視界文字の欠落部分だけでなくトロニウムまで提供してもらうことになる。構いません。ゼレのスケジュールで人類補完計画を進めるわけにはいきませんからね。いきませんのですかね。君はどうするのだ。私は正式にロンドルタへの配属が決定しました。このまま滞在して作戦の行く末を見届けさせてもらいます。ほう。ゲッター炉と光子力反応炉の接続が終了しました。引き続きトロニウムエンジンの取り付け作業に入ります。敵シールド第19装甲版を突破。本部到達まであと5時間55分。あと4時間ぐらい今、時間が経過したってことですね。4時間ぐらい。なげ。一定か、なげ。もう27分もやってる。スパロボ。スパロボか、これは。ただのノベルゲームでは。恐ろしいな。これだからあげたくなかったんか、俺はこの実況。納得ですな。あげたくない理由が納得の理由ですね。はよ戦えやって話になる。はよ戦え。もうえ、はよ戦おう。ヤシマ作戦。見てるか知事。これがヤシマ作戦だってやつ。知事って誰？明朝、日付変更と同時に作戦行動開始。これ新しいプラグ説。60分後に出発よ。またあれに乗らなきゃいけないのか。そうよ。一度は決意したけど、やっぱりあんな怖い思いをするのはもうたくさんだ。それに今度の作戦だって成功するかどうか僕には分からないし自信もない。じゃあやめればって。初号機には私が乗る。赤木博士が初号機のパーソナルデータの書き換えの用意してるわ。リツコさんか。じゃあ葛城一位と赤木博士が刑事で待っているから、さよなら。別れ際にさよならなんて悲しいこと言うなよ。だろう。そういうシーンじゃなかったよな、なんか。あれ？俺、漫画版の印象が濃いせいかさ、さよならは、月の見えてる、屋上で、さよならって、すげえ寂しそうな顔で言うイメージなんだけど。あんななんか、部屋を去るときに、さよならって言うと、さよならっすみたいな感じで、あんな感じだったっけかな。まあ、アニメしっかり見てない。何しろ。増幅融合、超エネルギー。それにみんな大出力を試射したことは一度もないわ。前から思ってたんだけど、なんでエヴァンゲリオンで撃つ必要があるのかな。アムロに撃たせたよ、ここでアムロに。エヴァンゲリオンは銃だけ持ってて。まあ、AT フィールドがあるからだと思うけど、エヴァンゲリオン採用してるのは。他の機体よりもね。たとえ食らった時の生存率考えてエヴァを使ってるんかもしれないけど。でもさ、撃つのはアムロでよくない？アムロか。まあ、キースでもいいや。クワトロは絶対ダメだけどな。クワトロは、チーとか言って外すから。こういう大事な場面だと。生地、目標がでかいとな、みたいなこと言って外すからな。ポシトロンダイフルをたとえ撃つ。場面が来たところやな。
プレッシャーを感じて、なまじ敵がでかいと当たらない人だからね。どんなだよ。これで死ぬかもしれないね。どうしてそういうこと言うの。あなたは死なないわ。私が守るってばよ。私が守るもの。私が守るもの。夜だ。俺は一体何をすればいいんですかね。俺は一体何をすればいいんですかね。うほう。敵シールドの本部到達まであと5分。5分。ずいぶんもたもたしてたもんだな。9時間あった時間が、ちょっと前5時間しかなくて、今もう残りあと5分。ギリギリですね。アヤナミはなぜエヴァに乗るの。絆だから。絆。そう、絆。そう、絆。絆パイヤ。みんなと強いんだな、アヤナミは。私には他に何もないもの。他に何もないって。私はエヴァに乗るために生まれてきたようなものだから、エヴァに乗らなければ私には存在している理由がないわ。そろそろ時間よ。うん。じゃあさよなら。さよならなんて悲しいこと、うんぬんかんぬん。なんですって。ちょい待ち。これ長いわ。こいつは長いわ。あれはヨーマ帝国。よりによってこんな時に。ほんまよりによっとるわ。長い長い。俺もうこれ打って終わりだと思ってる。そうか、まだなんかあるんか。あと3分。早よ撃て、ポジトロンライフルを。あと3分で敵の排除。くれぐれも近づけるなの。射程距離が長い武器を持つ機体はライディンを中心にして動け。そして敵を引きつけた後攻撃だ。その際、使徒の射撃範囲内に入らないように気をつけろと。使徒の射程範囲内に入らないようにか。よし、そういう出撃。マップを見ずに出撃をするのは、もうあまり、時間が怖い。今33分。こんな長いこと動画見る人いない。こんな長いこと見る人いない。悲しいわ。悲しすぎる。気合ですね。気合。もうこっちの敵はもう全部引き受けるわ。引き受けます。全部引き受けます。てん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 。好き。これが聞きたかったんかもしれん。久しぶりにスパロボを起動して何が聞きたかったのか。これが聞きたかったんかもしれん。パンチだロボ。好きだね。このめちゃくちゃ重そうな感じがすごい好き。どこにおんねん。見えんやんけ。でか。敵でか。ジャイアントロボのサイズと比べた時の敵のでかさすごいな。頭のうちの1個壊しただけじゃないか、それじゃ。なんと。出るんだロボ。なんかあんのかな。
熟練の取得条件みたいなのがまた作戦目的書いてないよね、書いてないよね。幸運持ちとか、幸運持ちさんいないですか。幸運持ちさんいないですね。このままじゃロボが倒しちゃう。精神検索、幸運持ち、幸運持ち、千鶴、コンバットラー V、ゲッター、テキサスマック、銀霊。テキサスマックが間に合うなら倒しに行きたいけど、ここ。加速とかないかな、加速。加速幸運あるな。狙撃もあるけど。マックリボルバー。あ、これがあるね。1から3だけど、これがあるね。記憶が足りてない。10体も倒せんだろうしね。どうしよっかな。加速。幸運。テキサスマックで倒すことになる。が、まあ、これは仕方ないね。幸運倒して倒す。幸運使って倒さなくちゃいけない敵も時にはいる。倒せるか ?920。テレレテ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 テ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 だからね、今のその弾の小ささが、弾の小ささがまさにこのスパロボアルファをやってる、ドリキャス版のスパロボアルファをやってる醍醐味だな。その、サイズが、機体のサイズがこう、よくわかる。これまでのスパロボにない様子でしょう、これは。ゲッター。ふふふ。なんか武器がないぞ。多分倒れる。うい、全然倒んないじゃない。スパガン、スパガン。スーパーガンダムって加速がないっすね。この敵全部裏木に任せたいんだけど。でれれ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 。あ、これマジでゲッターの音を聞きながら戦うだけの。戦うだけになっちゃうな。じゃあグレネードランチャーを見ますか。 BGM をチェンジさせるだけだけど、目的は。これ好き、この曲すごい好き。ゼータのテーマがこれになってるのは非常にいいですね。実戦で今のこの 手首のグレネードランチャーが当たることってきっと宇宙空間ではほぼないよ。お、熱血。銀霊ロボを使っていきたいな。ててててられてれれれ。ガチでは1ターンで敵を完封も余裕かもしれない。てて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 
やってこの BGM を聞くためだけにやってる感あり。当たるか。86% いや当たるな。86% は当たる数字ではない。外れる数字だった。ビームガトリングガンってどんなだろうね。ちょっと見よう。ビームかそれ。本当にビームかそれ。なんかがっかり。なんかがっかりだな。それはビームじゃないでしょう。今のはただのガトリングでしょう。楽しいな。楽しいな、スパロボは。残念だけど楽しいわ。悲しいけど楽しい。本当はずっとスパロボやっていた。なんかね、時々スパロボの時期が伸びるんですね。誰も見ねえだろこんなもんと思ってあげといても、なんか誰かが見てる時がある、時々。それを思うとなんか休むのも、休むっていうか本当はちゃんとあげないとダメなんだろうなっていつも思いながら。やばいっしょ、コンバトラー V の熱血はやばいっしょ。近くだわ。こちら側がちょっと手薄な気がしますね。ロケットパンチ。なんか魔人が冷遇されてない？このスパロボ。もっと使っていった方がいいと思うよ。ゴッドサンダー。ゴッドサンダーってどんなんだっけ。ゴッドサンダー、多分あの右のあの角みたいな。ええ、いや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 、そのまま突っ込んだらもうゴッドバードじゃん。なぜ撃った。へえ、すごいね。なんか一回自分でゴッサンダー雷受けた後それで発射すると、まあ別にそんなにおかしくはないけど、ちょっとなんかもっと利口な戦い方あるんじゃねって気がしてしまうね。何もできんよな、敵にね。よし、それじゃあターンエンドだ。ターンエンド、敵さん攻撃して、敵さん攻撃して。ゴッドアルファーは反撃は何ですね。ゴッドアルファ15か。まあ、ゴッドアルファになるか。ゴッドアルファ見ますか。てててて。てほうほうほう。うわっ。うわっ。アルファ声低くないっすか。あー、なんか違う、思ってたのと違う。なんか俺が思ってたのはスパロボ F とかの感じなのかな。こうシュイン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 みたいな感じ。え、
自分のイメージしてるゴッドアルファがどのゴッドアルファだったのか、どの作品のゴッドアルファだったのか、わからん。でねーねーねー、ちょっと待ってくれ。ゴッド、ライディーンはさ、一体どっちを上げていったいんだろう。射撃か格闘か。これ次のターンで終わりそうだな。いや、終わらせなければならないな。誰？そう、イングラム。イングラムさん、イングラムさん、ハイパーシャーキンをこれでいってみよう。熱血、多分結構いくんじゃない。初めての熱血じゃないかな、このスパロボ内で初めての熱血じゃないかな。おお、かっこいい。かっこいい。やるやん、スパロボアルファ4ドリームキャスト。かっこいいやん。ただ、クリティカルが出た。クリティカルが出た。ジャイアントロボに、おお、縦で防御したぞ。かっこいいね。申し分なし。逃げるかなと今一瞬思って。気合い。これで決める。ゴッドバード。これで決める。違うやつに今攻撃しようとしたな。多分これでいいんじゃない。軸的にシャーキン合ってるな。これで倒るかな、倒れるかな。大丈夫、まだ2分ある、3分ある。一旦10分ぐらいにしてほしいな。せめて1分は短すぎるよ。多分一発だな。一発で沈む。沈んでくれ。照準セット。かっこいいよね。かっこいいよね。割とかっこいいよね、スパロボアルファ。この 3D だけどさ、ここまで来るとなんかかっこいいよね。ジャギジャギの 3D だけどさ、かっこいいんだよ。なんか頑張って作ってあるんだよ。誰にも見向きさもされなかったスパロボだけど、ちゃんとよくできてるんですよ。ロングライフ、うわ危ね。努力でねねねねねでねねねねねね。お姉さん眉毛にのせて。あれ、曲が機体に依存するんか、パイロットに依存するんじゃないか。渋い。まあ6500食らうほどではないものの、しかし順当にダメージを与えてきてるね。スパロバ深夜にあげたいな。
水球レベル。深夜にあげたいな。深夜にあげたいけど、実際はわからない。いけるんじゃない？一発。ああ、いや、ちょっと待って。これはあれだな、倒しきらんな。どっちが強えんだ、こいつは。パイロット能力的には、射撃の方が上だ。射撃の方がいいね。ミサイルパンチ。どこがパンチなんやねんっていうミサイルパンチ。動画は、俺が上げてる、別のなんか、銀霊ロボタイプ2だけ動画を見てください。見たければ、見たい人は、そちらの方。どうすっかな、絶対足りねえな。絶対倒しきらんな、これ。いや、ウルトラシーがある。このゲッタが、もういけないな。うん。間に合わんかった。全員倒しきれんかった。2ターンで全員行くにはちょっとミスがあったな。多少なりともミスがあったな。ライディーンが一発でとか、そういうあれで。いえ、強い。こっちに人員かけすぎたのもある。ちょっと反省点の一つとしてね。ほう。超電スピンの使い勝手の良さすごいな。これも倒すべき敵だし。いや、どうやったっても倒せんかったよ、これは。どうやったっても倒せんかった、全部。一人一冊決めていって、もう、あ、ぴったしか。もう幸運ないよな。ないない。加速して、いやー、たまんな。もしもあそこ、ボスボルト全然行ってなかったら、ワンチャン勝ってたかな。テキサスマックってさ、近接じゃない。え、遠距離は、遠距離機体じゃないの。射撃だよな。武器が。武器が近距離の。マックライフがいいよ。マックライフだ。マックライフがあるよ。マックライフを使っていこう。あ、強い。あ、強い。これでこれがいって。ゲッター2、ゲッターライガーで、加速をつけて、まさか、まさか、加速がない。ストラーさん、ストラーサンシャインが打てない。気力が足りなかったか。ちょっと足りんかったね。作戦が。もう一つ。もう一つって感じ。この人だったら近いとこまで。熱血かけて、熱血かけて、ティーリンクブーメランってやつしかないな。P がついてるの、これだけだな。ティーリンクブーメラン。どこまでいけるか。うまくいけば、うまくいけば倒せるかな。切り裂け。いやー、 HP6500 あるな敵。こっち3000しかないな。こういう敵ってあれに出てくるな。あれに、あの G レコに出てくるな。敵じゃねえ、敵じゃねえ。あ、敵でいいか。いや、あんまり効かないっすね。あんまり効かないですね。
信頼して任せたのに、この敵を。首だ首だ。ボスにボロットパンチに全てをかける。飛んだぞ。うい、君、そこで外した。あってえんか、そんなことが。イエス。死ぬわ。おいおい、死ぬわ死ぬわ。気力120じゃん。撃てるんじゃね。スペシャルボロットパンチが撃てるな。ちょっとそれ楽しみにしとこう。次のターン3体いますが、まあいいでしょう。まあライディーン、おっと、今あれなんつうんだっけ。ここ倒してもいいけどな。防御。ターン数が一旦増えるけど、まあ防御。スクリーンセーバー起動して。あ、見。OK か。行きましょう。ちょっと見たいよねっていう。ちょっと見たい。ボスボロットのいいとこちょっと見てみたい。スペシャルボロットパンチ 58%。しかし当ててくれる。てて何が違うというのか。そんだけ。どこら辺がスペシャルだったんだ。そんだけ。ただのワンパンがフックジャブのワンツーになってただけ。あとは頼みます。俺たちのゲッター戦と宝飾エネルギーを一人。午前0時0分。なんか取ってつけたような0時0分な。シトさんはそのぴったし0時0分になるつもりで掘り進めていたのか。撃て。8、7、6、5、4、3、2、1、発射。てれ。2ターンで倒したな。ボスボルトで倒すなんてことしなければ。なんか、シュルシュンってなる。シュルシュンってなってこう。シュルシュンってこうなるやつがないじゃん。これじゃ。まいっちゃ演出に文句あり。ミスった。外れたのか。いや、外したんだ。まず。アラミー。あと10秒。早く。円か、当たる演出なくて。よっしゃ。アラミー。大丈夫か、アヤナミ。イカリ君、よかった。君が生きてて本当によかった。自分には他に何もないって、そんなこと言うなよ。別れ際に世話だなんて悲しいこと言うなよ。何泣いてる。ごめんなさい、こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。笑えばいいと思うよ。笑えばいいと思うらしいぞ。はい、終わり。おしまい。1時間。ベシッ !1 時間。これ以上早よならんぞ。いや、山もねえし、落ちもねえよ。1時間。頭おかしい。これがスパロボ実況の怖さだな。かといってだよ。かといってめちゃめちゃカットを多用しまくってさ、スピード感を上げたところでだよ。ところで、
ところで別にこう面白くなる感じしないよな、動画的にな。ただ1時間あのダラダラ喋ったっていう、それが残るだけでもういいんじゃないかなっていう。カットカットしてもさ、しょうがないしな。こうだな、ストーリーを見てください。ストーリーを楽しんでください。それもネルフ特殊特権、ネルフ特権による命令と考えているでしょうか。そうだ。現在ドイツで開発されているエヴァンゲリオン2号機は南アタリア島へ向け海上輸送中だ。南アタリア島 SDF と ASS-1 が存在するあの島へエヴァを輸送しているんですか。そうだ。なぜエヴァンゲリオンを南アタリア島へ輸送するんです。なんか教えた方がいいんだよ。では任務の内容を説明する。君たちは輸送艦隊と太平洋上で合流して、エヴァ2号機を受け取った後に南アタリア島へ向かってくれ。はい。君たちは SDF の接触が、その接触が目的なんだろう。これで組織の島へ行く理由ができていることになる。わかりました。エヴァ2号機を受け取り、南アタリア島まで輸送します。なお、その任務の後、0号機と2号機、初号機を君たちの部隊へ出航させる。理由は聞くだけ無駄だ。2号機を受け取りに行けと南アタリア島へ。何らかの関係があるらしい。つまり本日付でロンドベルタへ配属となった。これが大変よろしくと僕たちの部隊に。そうだ、これから君のマシンの面倒を十分見てやれる。そうかい。どうした、機嫌悪そうだな。別に。どうした、別にって。そうか。ただ、今までの情報から推測して、首都をエヴァと接触することを目的の一つにしているような可能性がありますね。無論、彼らに目的とその遂行という概念があれば、の話ですか。思い出してきた、いろいろと。ここからなんか3つぐらいのルートに分岐するんだけど。どこに選ぶかで手に入る機体とかフラグとかが立ったり立たなかったりするんだった。ああまあね、どこに行くかは大体わかるよね。大体わかるよね。ゴラオンかな。グレンラガンじゃないな。ゴラオン。あれ、あのオーラバトラーのバトルシップ。ゴラオンともう一機何だったっけ、緑色のやつ。グレンラガーじゃないんだよ。忘れた。2号機を発見することはできない。そこでだ。君たちの部隊から何人か宇宙へ上げてもらえないんだろうか。Z 計画の後継機や V 計画の新型機がまもなくロールアウトする。裏気好きの俺はやっぱり宇宙に行くしかないですね。裏気好き。経済界の要の一つであるあの地域は反ティターズの姿勢をとっている。ストーリーもあって我々はカラバ、リガミリティアに協力をしてくれているのだ。わかりました。新型機受け取りのために人員を何名かそちらに回します。頼んだぞ。ニナだけ楽しそう。重戦機体はまた別のところに、極東支部に行くんじゃなかったかな。そして、トカ長官がティターンズの呼び出しに応じて南米ジャブロー基地へ行かれたのです。行かなかったらいいんじゃないの？飛んで火にいる夏の虫だぜ。何のために行ったんだよ。当たり前じゃねえか。なんであのおっさん行かせたんだよ。本当だよ。一人でジャブローに向かわれたのだ。一人でって。そんな忍者やスパイじゃあるまいし。甲賀流忍術の使い方って話を。それはどうでもいい。甲賀流にあまりに長すぎて、あの容量がいっぱいになっちまった。それで録画中断してたので、こんな長い動画だけれども途中でつないでます。終わりだともうちょっとだったのにな。首都との戦いで日本にいる連邦軍部隊はほとんど壊滅したものだからね。これ読む人いるのかな、ちゃんと。
なんかそんなに読ませない文章だよね。特に興味ないというか。カミーユ・ファ・バニング対モンシア・チュエ・リラキ・ショウイとキース・ショウ、リガ・ミリティアのメンバー。だってリガ・ミリティアのメンバーだもんな。嘘だけなんか残してもしょうがないもんね。そりゃそうだよっていう。コープランダー隊って何？残りって誰なんだろうね。いや、もういいよ。結構、コケコッコだ。時間が何分かかったか、ちょっと最終的に分からなくなっちゃうけど。下手したら1時間20分くらいやってますね。よし、こっから楽しいぞ。こっから宇宙に上がって少し楽しいぞ。ちゅうことで、ここまでにしましょう。長かったですね。ターン数がこの119ってやつよ。長くなっちゃって。こっちになっちゃう。あ、もしかしてこれで熟練度は違う。え、まあいいや、これを上書きだ。もう一回見たい。熟練度下がった。あ、11か。これいい。なんでこっちのデータはこっちのデータと比べて熟練度が低いんだろう。まあ、なことはいいか。いやー、久しぶりのスパロボやってた。やりたいなーって思ってやるんだけど、やったら、まあいいかなってなるな。1ヶ月ぐらいまだいいかなってなるな。ダメなんだけど。まあとりあえずこんなとこっす。ほなまた。ゆっくり寝ましょう。今日とかよ、ゆっくり寝ましょう。ほなまた。